はぁ、エガネこんばんは、ハルケです。今回はトリプルスレッドヒーロージノラを使っていきたいなと思います。スキル5、逆足5の選手になってます。身長は186センチ、結構大きめなんですけれども、なぜか軽いという風な選手にはなってますね。能力に関しても何も言うことがないなという風なところ。ペースも速いし、シュートもうまい、レーサーも93あって、パスも出せる、で敏捷性92あるという風なことで、フィジカルも強くって、まあ、ヘディングもちょっとできるという風な選手にはなってますね。でまたプレイスタイルプラスでテクニカルがついていて、クイックステップだったりとかもついているという風なところですね。で今回キミスリースタイルはハンターをつけて使っていきたいなという風に思います。でそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで、行きたいと思います。まあ、もう、やれるというかね、もう強いのは分かってあるみたいな選手ですから、まあそこを実際ね、こう試合で見せていければというふうには思います。で、今回は4-3-2-1の LF で、いきます。ここかな。おるな、おるおるおる。おるぞ。ジノラおるぞ。ここです。こいつや。さあ、ジノラ。パスもうまいです。パスもうまい。マジでね、本当に思った相手が身長はね高いんだけれども、あ、相手テクニカル、テクニカル、おーおーおーおお、ジノラ、これがジノラだから。全然モテる。186で少し大きめやけど、あのね、その身長の割にはというか、その身長の大きさを感じさせない軽さがあります、彼には。それも何でか分かりません、なんで軽いのか。ジルー、フラッシュバック、あ、こういうのも出していこう。行きたいね、行きたいね。ほら、行った、いっ、余裕やん。簡単にしてくれる、本当に試合を簡単にしてくれるっていう風な選手です。彼は見た、ワンタッチ目、ツータッチ目か、トラップして、そっからの加速がやっぱほとんどの選手はどうしてももたつくんですよね。でもたついて、あ、追いつかれて、あーみたいな。ただジノラは速かった、加速グイッと行く力っていうのがすごくありましたね。一歩目が大きかった、二歩目か、本当に加速力っていう風な部分がありましたね。これなかなかないよ、普通もたつくもん。それこそエウゼですらちょっともたつくもんな、最近ベース。それは今の現環境、あんなスピードで置いていけるっていうのはなかなかないです。で、パスもうまい。普通パスもうまいね。だからやばいね。自分でもいけるし、パスも出せる。スキルも5。ああ、惜しい。ただ臭いよ。臭いな。おっと。相手はブランか。ブランもだんだんちょっと見なくなってきたね。ブランと誰やろ、相方は。多分相手結構コスパな、うまいな。キーパージルも多分フラッシュバックよね。おーっと、ブレーメルか。あ、めちゃくちゃコスパのスカットですね。多分コスパ、まあコスパね、すごくいいですよ、正直。値段安く抑えれるから、その段の割にはっていうことあるけど、やっぱね、ジノラ級が来たらね、ほんまに多分止めれへんのよね。マジ止めれんの。でテクニカルもありますからね、テクニカルもある。ただテクニカルをね使った時のなんかこう推進力というか、グッと前にコントロールスプリントを運んでいく前の2歩目、1歩目は若干ね、他の選手よりはね、多分遅いと思いますね。グッとスピード乗ったら推進力持って速いんやけど、そこに行くまでの1歩目、2歩目はちょっと多分他の選手よりは遅いかなっていう風な感じですね。それこそちっちゃい選手とかの方がそれは速いっていう。
バペとか、まあ、アテネアとかテクニカル持ってない選手、テクニカルプラスか持ってない選手でも、まあ早いというか、グッと前に行くまでのこのワンタッチツータッチぐらいはちょっと遅いです。他の選手と比べたら、そこはまあデカさとかそういうのがあるのかもしれないですね。もしかすると、うわーマジ強いな、コントロールスプリント。ただ一応プラス持ってるし、スピード乗ったらそのフィジカルもね強いし、相まってだからね、すごく全然コントロール使っていってもいいです。普通に強いから、ほら強い、全然強い、めちゃくちゃいい。おお、フリット強いな、横からグンと。ただ簡単にはね、一回背負ったからフリット簡単には負けないよっていう。このベンゼマは何ベンゼマなんだろうか、何ベンゼマなのか、ちょっとレディアクティブか、レディアクティブなのか。ただ TOTW っぽい気はしますね、結構コスパなんで。ジルーもだって、あ、でもフリットとかはいるんよね。あ、じゃあ AI もいいね、いるとこもいい。でここも普通に行きゃいいか、もう普通に。あった、決めてほしかったところではありますが、まあ、こういうこともあると、こういうこともある。おっとどういうこと。あ、うまいね、フラッシュバック。どういうことっていう感じでしたけど、今でもヘールトライダーはボールに行けと、ボールの前でなんか足踏みしてたよ。それがもうすごく怖い。えぐい。あかん。もう、えぐいよ。ジノラが。突っ込んできたら怖いもんな。いいよ。で、パスもうまいからね。パスうまいし、動きいいし。全然ボール持てるし、テクニカルプラスやし、そんな選手が5-5です。とんでもないで、スタミナはね、83ちょっと低いね。ちょっと低い、85-6、まあもうちょっとかな、90近くあったらよかったなと思いますけれども。あとね、あのジノラ言うてますけど、誰やねんですよ、正直ね。あんま知らない、自分は。もう分かんない、もう分からん、本当に分からん。前作からかな、前作か前々作からか追加された新ヒーローなんですけど、あんま知らない。ただむちゃくちゃ強い、なんか知らんけど、55のね、フランス人ですよ。やっぱね、フィジカルも強いし、背負えるんだよね。背負えるけど重くないっていう、だから本当にね、軽くて強いというか。あ、ナイス、危ない。フラスルを対応してくるな。軽くて強いが正直最強ですからね。軽いのに負けないっていうのがもう最強。ここね、五分五分でも出していきたい。あ、えぐい、もうあかん、えぐい。決定力も高いから、決定力も高いよ。これ決めるかっていう、これ決めるかっていう感じですよ。逆足5だから、別に利き足だろうが逆足だろうが関係ない、両足ともに全然打っていっていいよっていう風な選手です。これはえぐいのよ。
臭いな。オッケーオッケーオッケー、臭いぞ。あとやっぱ臭い、うん、何があれかってほんまに臭い。なんでか返ってくるボールがジノラの方に、なんでか返ってくるよ。それもう分かる、なんでか返ってくる。オーフ、相手のディフェンダーも結構頑張ってるよ、強いよ。やっぱコスパ安いけど全然いけてるわけやから。ブレーメルと誰だ、誰だっけ、ブレーメルと結構ね、安い選手だったと思う。結構頑張ってるよ。ナイス、いいよ、こういうとこも出していきたい。ダンフリーズとかもね、めちゃくちゃコスパやね。いける？いける？惜しいよ。重たい選手がね苦手でもジノラはね使えるっていう人が結構多いですから。あ、オッケー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 。だからね、まあ1試合2試合、まあ5試合はねちょっとね使っていただきたい。それこそちょっとなんか重たいな、使いにくいなって思うかもしれない、やっぱり最初の3試合ぐらいは。ただちょっとね信じて続けてみてほしいね、使い続けてみてほしい。まあ、SBC って多分得人が多いやろうから、まあ、使い続けないといけないんですけど、一回ねやっぱり使い続けてほしい。最初アプローチはね、あ、なんかあんまりやなって思ってても必ず彼は振り向いてくれます。必ず彼はいい選手だよ。結局思い返してみたら一番なんか点取ってる、活躍してるのジノラじゃねってなってますから。最初はねどうしてもちょっとちゃうなって、ちょっとなんかまあ自分からしたら重たいなって思う選手かもしれない。ただただ使い続けてほしい。あ、ブランか。おお、必ず彼は振り向いてくれます。あとは臭いから、なんでか返ってくるから。まあ、あとはまあドリブル、ドリブルに固執せずにパスで叩くっていうこともできる選手になるんで、こういうふうにね。だからまあ高い選手ですけど、まあ無理させずっていう使い方も全然ありだと思います。やっぱジノラ一人でねやるわけではないから。ナイス、おっ、レッドちゃうか今ので。もあ、ビニ3打ストラック全然コスパじゃないわ。後ろだけや。えぐいジノラ、えぐいよ。あ、危ない。ジノラ、えぐいよ。ジノラ、おお、4人に最後は囲まれましたけど、ジノラのえぐさ。フィジカルも強いからな、マジで。フィジカル強くてある程度軽さあって、スキルも棒で、スキル使わないとっても非常にありがたい。で、逆足も棒と、蹴ってる力も高い。何でもできます。できないことの方がね少ないっていう風な選手ですよね。やっぱりこの人は空中戦もある程度、専用機ではないけどできますから。専用機ではないけど、まあ保険としてオプションとして持ってるという選手で、こういうのも出していきたい。五分五分でも出していこうと、こういうの出していきたい。あとね、やっぱ AI 面というか、いけ、うわ、ジノラ、おー、AI 面でね、相手の選手、ディフェンダーとかにね、ぶつかってね、あ、なんか、走っていけないよとかっていうのがないのよ。そこもやっぱ強さですね、うん。最後のシーンとか、ダウンフリーズにね、ちょっと邪魔されて、あ、抜け出せないよっていう選手いるから、ほんまに。
要ない、ちゃんと抜け出してちゃんと相手のそのディフェンダーの前に入って抜け出してるっていう、そこの AI 面も本当に賢い、強さがあるっていう風な選手になります。最強、もう最強以外のもう何もでもないですね。まあ最後までいけんちゃうかっていうぐらいの選手にはなります彼は。でまあ値段的にやっぱどうしても高い、280万ぐらいで多分来たと思うんですけど、全然自分は作ってもいいかなっていう風には思いますね。で LMLW で強い選手が来たら ST にも置けるんで、そういう風な部分もいいのかなという風には思いつつ、本当に何でもできる選手にはなるし、重い選手が苦手だっていう方にも使える、結果を残してくれるっていう風な選手にはなりますんで、まあ素材が余ってる方だったら全然作ってもいいかなという風には思いますね。まあもうちょっと値段安くでね来てほしかった、250、40ぐらいで来たらよかったんですけれども、非常にまあ作る価値はあるかなという風には思いますね。まあぜひちょっと気になる方は作ってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。